使徒書は、日本のキリスト教において、大きく分けて二つ、厳密には三つの語義を持つ用語である。新約聖書のうち、福音書を除く書物の総称、一のうち、特に、書簡を指す言葉、新約聖書中の一つ、使徒言稿録の別名、使徒言稿録を、参照等記事では、語源を同じくする一と二について記す。一の語義では、 使徒言行録、書簡、ヨハネの目視録が、このカテゴリーに含まれる。新約聖書を大きく二つに分けて、イエス・キリストの生涯を記した、伝記、語録である、福音書と対になる言葉で、キリストの焦点と、聖霊降臨の後、使徒たちの働きと考えを記した、書物群という意味である。カトリック教会、聖公会と、ルーテル教会など、 比較的伝統的、あるいはエキュメニカルなプロテスタント諸教派で用いられる言葉である。ミサ、聖餐式やその他の礼拝において、主に第一朗読では、旧約聖書、第二朗読ではこの語義での、使徒書が朗読され、その後、福音書が朗読される。あるいは、この語義での、使徒書と、福音書の二つを朗読する場合もある。 多くの場合、朗読箇所は、聖書日課に従う。二の語義は、より本来的な言葉である。言語である古代ギリシア語、パイオタシグマタウラムダは、書簡という意味であり、そこから派生した、欧州の言語でも、主に、書簡のことを指す言葉である。これが定義拡張されて一の語義となった。そのため、一の語義を的確に表す欧州言語はない。 ありがとうございます。